こんにちは。さあ、はい、何かともう問題になります、球界の審判問題なんですけれども、審判問題、いろいろありますよね、今。もう、リクエストから入ってからですかね、もう審判の方々もすごいやりづらいと思いますけども。まあ、やりづらさもあるけども、はい、正確に出てくるんで、はい、決まったことに対して、はい、まあ、何も起こらないわけだ。はい、物議を醸すときってあったでしょ、昔は。はいはい、まあ、今回とかあったよ、いろいろ、はい、まあ、例えば、ビアヌエヴァがセカンドスライディングして、はい、手を広げて、これは暴投を誘ったんじゃないかとか、はいはい、あとやっぱり一番問題になったのは、審判が見てなくて、アウトセーフ、はい、完全アウトをセーフにしてしまったという、はい、いや、見てないのによくジャッジできたなっていう話があるんだけど、ね、はい、これは審判の人に話を聞いたんだよ。もう実際にもう言っといてよっていうのは、はい、せっかくリクエスト制度があるのに、はい、抗議をしに行ったと、はいはいはい、例えばお前がセカンド審判で俺が与田監督だとしたら、はい、おいどうなってんだお前どこ見てたんだっていう、はい、これ抗議になってしまうでしょ、はい、そしたらその時点でもうリクエストっていうのはできなくなるらしいんだ。おお、なるほど。これは時間の関係で、なるほど。その時は明らかに誤審っていうのはもう周りかも分かったから、はい、それを抗議じゃなくてじゃあリクエストにしますね、はい、それでリクエストして判定を変えたわけ、うん、そしたらそれを小川監督が見ていてあれは明らかに抗議だったと、うん、だからリクエストができないはずだと、うん、アウトセーブをひっくり返すっていう行為はおかしいと。そうですね、だって抗議だから、はい、これルール上抗議の場合はリクエストが消滅すると、はい、だからそれを小川さんが知ってて小川監督が知ってて抗議をしてた。いや、でもそれが僕なんで小川さん何言ってんだろうっていうのをずっと思ってたんですよ、うん、だからそういうルール上があって。なるほど。今は審判が言ってたのは今リクエストがあるんだからそう熱くならないでよっていや抗議に来たと思う瞬間にリクエストですかって審判も言えないとなかなか。でもそれはアウトセーフは分かる、それはよそ見してた審判も悪い、はい、でもリクエストすれば判定はちゃんと出るわけだから、はい、そうしてほしかったと。なるほど。そしたらそんなに問題にはならなかったんだけどっていう。ガーッて言っちゃった、言っちゃってそれでまたさらにリクエストもしたからそうそうそう、またちょっとまたこじれたとややこしくなっちゃったんです、ね、だからもうめちゃくちゃうらーって言いながらこうやってればいいんですふざけんなーって話で。いやでもそんなにあんなに出ていかないよね審判は。いやーほんと風切ってましたもんね。あいや風切ってましたバッサバサ切ってる方はもう名前多分揺れましたね。もう空気がシャープしてるのかぐるぐるだった。まあそれだけ、まあ、裏を返せば真剣にやってるということだ、まあ、そうですね。だからもうそれ熱くなるのも分かる、反射で分かるけど、やっぱりリクエスト制度があるわけだから、やっぱそれは有効に使っていただきたいと審判の方は言ってたよ。なるほど。小川監督だっていやアウトだ幽閉飛び出しやがったって思ってるんだよ。そうですね。でもルール上そういうことがあったから一応抗議、それで長引いた。なるほど。雄平選手、セカンドベース上でポカンとしてましたもんね。小川監督がなんか抗議してたみたいな。訳分かったよ。もう何があったんだろうね。俺は離れちゃいけないよ。いや、アウトだから。完全にアウトだから。例えば、なんかその乱闘とか起きるじゃないですか。確かにね、誰が誰がな殴ったみたいな、もみくちゃになるじゃないですか。はいはい、あのシーンってリクエストできるんです。それは刑事事件の話じゃないですか。誰がどうすね、っていう刑事で誰をこうショッピングかみたいな感じになるみたいな。スローモーションでこう、一人一人吊るし上げるみたいな。でもね、ストライク、ボールの判定もね、はいはい、やっぱりこう、ちょっとあるな。やばいとこありましたよね。そうっすね、まあ。パットンが鈴木誠也投げたけど、はい、よし、やったと思ったら、はい、ボールになる、まさかのみたいな。まあまあでも審判も人の子だし、そうですね、でもあの時のね、はい、審判をかばうんだったらあれフルカウントでランナー走ってんの、走ってましたね、キャッチングの仕方がさこうやって上にかぶってくると審判が一瞬死角になるんだよ、はいはい、見えない、こう低くなってもこうやって上からやっても死角になる時は、はい、工程がわからなくなる時は、だからまあそういうのでキャッチングっていうのも大切だな。うん、そうですね、うん、あそこは難しい。だからまあ審判も人の子だからそう間違いもあるよ。だから昨日のヤクルト巨人戦、はい、2戦目、その時も最初えらい外取ってたから、はい、
え、これ本当ストライクなのって思うようなやつをね。でもそれは一貫してそこを取ってたから。なるほど、その審判の方の癖なんだってことですね。もうだからまあそれはもうそれでしょうがないし、ね、まあ審判の人の子だし、リクエストっていうのは有効に使おうよ。そうですね。そこもルールだね。でもね、熱くなる監督もいいね。いや、やっぱりやっぱそこまで熱くなって戦ってるっていうのは俺はいいと思う。豊川さんはどっちのタイプですか、もし監督になって。実際ね、あの、うん、例えば、ね、飛び出して直美選手取って銀投げて、でもうセーフみたいになった。豊川さんはもうグワッていきます。俺がヤクルトの監督だったら雄平ちょっと来い。雄平芝居でもお前、お前が問題の種だと。心配じゃない、お前だって。そも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 だって。幽霊が悪い。違う戦いをする。違う。なるほど。高校がもう審判の前にもう俺ベンチで見ててもアウトっていうのは分かってるわけだから、ちょっと幽霊来い。お前何を考えてんだって。ね、お前が頭下げろと。なるほど。なるほど。私が悪い。まあそういうこと。はい。はい。